令和の虎その思いを金に変えろこれ実際もうフィットネスためた試されたんですかあ、いえそれはまだ、はい、あのうちのワンちゃんの場合これフィットネス多分乗らないと思うんですけど、はい、この機械とかに乗らない怖くてあーなるほどですね一応あのスタッフアワーでスタッフが在中する時間もあるので、えー、それで一緒にお手伝いさせていただいたりははい。 あ、それで人件費を途中から計上されてる。そうですね。最初は私が出るっていうつもりで、はい、長崎県にというす。すごい好感度が高いのが、ご自身の人件費をかなり低く計上されてますよね。<laughs> もうそれでもやってやろうっていうような感じな、ね、そうですね。フィットネス、私ごめんなさい。私だったら通わせないんですよ。はい、なんでかというと、もし私が富裕層であれば、やっぱり人がいるところ行かせたいんですね。その間手を離したいんですね。はい、ただもし今のプランであの。 お客さん来るかもしれないですよね、はい、そのもし来なかったらどうやってさらに集客する方法とか考えてますもし来なかったら、はい、例えばまあ今おっしゃられたみたいに私は連れて行きませんという方もちろんいると思うんですねでも行こうって思ってくれる方くださる方も当然いると思うので5人に1人来てくれるんだったら それなりに自分で足を運んでアプローチしたりとか具体的にどういうアプあの宣伝とかそういう集客手段をしますあはい、私今イベントマルシェも行っていてかなり横のつながりもあるので、うん、例えば餌皿を作れる方ワンちゃんのアクセサリーを作れる方いろんなあのショップの方とつながっていて大きなイベントもあの。 外でやったりすることができるのでまずイベントに500人規模とかで集客してそこにトレーニングできる体験スペースとかを設けてあの私がオペレーションし足で稼ぐっていう感じですね<う>あ素晴らしいですねよくビジネスやるときに一回自分が思ったプランがダメだと思うそこで諦めるっていう人すごい多いんですよこれでダメだったら次足で稼ぐそれがダメだったら次それがダメだったら次ってもうとことんやっていただければ、はい、<laughs> そういう気持ちはありますはいあ,あ。 もっと言うとフィットネスがダメだったらそのフィットネスを変える気持ちとかあります？そうですね。例えばまあ本当にフィットネスがどうしてもダメだったらその形態を少し変えたり、それこそおっしゃられているように非属人的がダメだったらじゃあちょっと属人的にしてみようかとかいろんなこうこうまあ臨機応変に対応していきたいなとはお客様の声を拾いたいとそれでビジネスモデルを確立させて展開させていきたいっていう気持ちもありますか。はい。あわかりました。ありがとうございます。根本的な質問なんですけど。 あの人間の場合って痩せたり筋肉ついたりすると思うんですね。はい、犬の場合は本当に健康寿命って伸びるんでしょうか？はい、お散歩では運動量が足りてないっていうのが現実で。例えば犬の祖先である。オオカミって時速30キロで24時間走り続けられるぐらい体力とか身体能力があるって言われてるんですね。で、ワンちゃんも当然それに近い身体能力とか体力を持っていて持て余していると。 でバランスボールで少し体幹トレーニングをするだけでお散歩の3倍から6倍はあの運動量が取れると言われてますしドッグランでは走り回らない子もいるのでそういったマシンで強制的に走らせてあげたり体幹トレーニングをすると姿勢が良くなって歩き方がきれいになるのでそういった姿勢でお散歩するっていうのが、まあ、心肺機能とか免疫機能とかであとアンチエイジングですね老化予防ににもつながるっていう,ふうに言われてますどこかが取ったデータがあるっていうことです,かそうですね。はい 学校の先生をやってた人がこういう形になることってそんんななに多いいわけじゃでですすか、えー、なんか将来の夢ってあるんですかまずは当然この事業を成功させたいって思いが強いので「フランチャイズ」って書かせていただいてるんですけど私フランチャイズにしたい理由も2つあって1つは本当に多くの1匹でも多くのワンちゃんに自分のサービスを届けて健康にしてあげたいっていう思いですね。 もう一つは私みたいな主婦で育児をしながらでもビジネスがしたい起業がしたいっていう友達がすでにいて、まあ、それこそいわゆるゼロ字募集じゃないですけどこの事業うまくいったら私も東京でやるよとかこの県でやるよって言ってくださってる主婦の友達とかもすでにいたりしてそういうま主婦 YouTuber として活動してその時も私も YouTube やりたいですとか DM よく頂い,いててそういった方のビジネスチャンスにもなればいいなっていう思いもすごくあります。 その背中として本部の社長としてそういう背中を見せていきたいっていうような思いがあります。事務所に入ってユーチューバーやってたんですよね。はい。今は全然やってないんですか。そうですね。止めていて、はいはい、ちょっと主婦に向けたチャンネルだったんですけど、はい、今後はまあ一主婦が成り上がっていく様子じゃないですけど、うん、どまあ授業を大きくしていくような様子をあのユーチューブで配信していきたいなと思って。っチャンネルは今存在はしてるんですか。はい、どのくらいいるんですか。えっと8000人ぐらいいたんですけど。はい ちょっと放置しすぎて今7千人ちょっとに減っています。うん、なるほど。逃走心が高いんですか。はい。<laughs> やっぱこの今後ビジネスやっていくっ大きくなれば大きくなるほど大変なことって死ぬほどあると思うんですよ。はい、それでもそこに挑戦していきたい理由っていうのは、はい、基本的に挑戦することが好きというか、ね、立ち止まっていられない性格だと思います。なんか共感が持てます非常に。ありがとうございます。<laughs>